はい、ダンです。フィリピン男性が好む女性ですね。まあ、フィリピンに結構長く住んでるんですけども、まあ、女性以外にも男性の友達たくさんいて、結構フィリピン人男性と話すことがかなり多いんですけども、まあ、現地でモテるのは、色白の人ですね。なので日本人とか中国人、韓国人ってやっぱりモテるんですよね、現地女性よりも。で、まあ、その点日本人女性っていうのはもうすでにアドバンテージかなと思うんですけども、まあ、フィリピンでモテる条件というのは女性もですね、色白っていうことで、ホワイトニングしてる女性とか結構多いんですよね、やっぱり。なので、まあ、基本的に東南アジアだと外国人はモテやすいのかなとは思うんですけども、もちろん全員ではなくて、見た目とか、あと、まあ、立ち振る舞いとかですね、そういったそのもちろん性格の部分、そういったところで変わってくるんですけども、まあ、フィリピン人って今日本にもかなり、まあ、もともと多いんですけども、出稼ぎに来る、フィリピン人男性も増えていて、フィリピン人男性がホストやってたりとか、友達で、いたりとかしますし、まあ、フィリピンパブっていうと女性のイメージなんで、フィリピン女性なんですけども、イメージとしては。普通に日本で働いている男性も増えてますね。なので、フィリピン人男性と日本人女性の恋愛っていうのも結構話題になってたり、ご相談いただいたりすることもあるんですけども、まあ、働き者ではないみたいなね、イメージあるんですけども、僕の周りは結構日本に出稼ぎに行って、やっぱり、家族のために頑張ってるとかですね、人もいますし、本当に人それぞれかなと。ちゃんとやるべき仕事を与えられると頑張るっていうのは僕の中では、どっちかというとフィリピン人のイメージなんですよね。なので、働かないっていうのは、もちろん全員ではないんですけども、ただまあ、本当に、まあ、続かない人も中にはいると。なので、そこはしっかり、金銭感覚とか、そういうのは交際の時にしっかり聞いておいた方がいいのかなと。あとはですね、浮気者なんじゃないかってよく言われるんですけども、これもですね、まあ、確かに、傾向としては、あるんですけれども、これもですね、しっかり、きちんと関係を作って、信頼できる関係、を作っていれば、早々すぐに浮気するっていう風なイメージではないですね。これも人によるっていうところですね。なので、まあ、一概に決めつけないっていうのは大事かなというふうに思います。それでもまた心配であれば、個別の相談っていうのはいつでも受けしてますので、動画の下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただいて、こちらでいつでも、ご相談に乗りますので、ご連絡いただければなと思います。あとはフィリピン移住コンサルですとか、フィリピン自体に移住するためのビザだったり、住居の、サポートなんかの、個別コンサルっていうのもやってますので、まあ、フィリピンに将来住みたいとかですね、あとは日本との、とフィリピンとの行き来する二重生活をしたいとか、そういったご希望があれば、無料メールマガジン登録いただいてご連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。